国会マット今井がえらい出とるがな。ねえ、マット今井って。AV 男優かよ、お前。何も考えてなくて、ただ単に枠開いただけですからね。めちゃめちゃ早いですよ。どうしようかな。ポイントもねえわ。ポイントありがとうございました。先ほどな。ちょっと今日、宝当神社のご利益はどうなってくれんのかな、今日は。今日は何で出てくるんだろうな。何かがすごい大当たりするのかな。それとも、また今日もパチンコで5万ぐらい買って、ね、飛びたいって、ね、デリヘル読んで差し大くれんのか阪な。堂で買ってるの。大阪堂で買ってる、どういうことですか？大阪堂？大阪堂って何すか？大阪堂？昨日はね、アローなにわっていうパチンコ行きましたけど。あ、宝くじやろうとして。あ、鎌倉は、なんつうとかやったかな。普段は僕、アイジェネリックっていうサイトを使ってるんですけど、あ、鎌倉、今回もアイジェネリックか。アイジェネリックストアっていうとこです。アイジェネリックストア。ここ安いですよ、アイジェネリックストアって。商品発送のお知らせ、2つ来てるんですけどね。国際書留郵便。国際交換局から発送。どこやねんこれ。シンガポールから発送されました。11月14日14時3分。あ、昨日シンガポール出てるわ。昨日ね、ゆうパックで国際郵便で、シンガポールから発送されてるから、まあまあ2、3日、もう遅くとも4、5日したら届くんじゃないかな。ちょっと早いな。アイドラッグストア知ってる？あ、そうそう。え、ドラッグストアじゃないな。アイジェネリックストア。ん？アイ、アイ、うん。アイ、アイジェネリックストアってとこです。アイジェネリックストア、東京都中央区日本橋人形町3-8-1、TT2 ビル4階。あ、ここも4階ね。うちも4階だけど。まあ僕、ここ宣伝したところで何ももらえるわけでもないんですけど。あ、結構ありますね、個人輸入代理店ね。業務的に、お店とか会社がね、それを輸入しちゃうと税関で止められるけど、なんやろ、お金だけ取って代行でその輸入をしてあげる分には、個人仕様だから税関で止められないっていうわけのわからん法の目をかいくぐってね、手数料抜いてるんですけどね、業者はね。だから自分たちの手は何も汚さずに、こう、やり取りだけでできるから、まあまあ、在庫も抱えんでいいし、楽な商売、手堅い商売といえば手堅い商売ですよね。まあ、ただ宣伝をしまくらないと、注文が入らないと何もならないっていう、そこでしょうけどね。あと、海外の、なんていうのかな、まあ、通訳とかね、そういうのができないと。ちなみに、うちの会社の隣にね、翻訳事務所なんで 仲良くなって、それでもいいのかな、みたいなね。仲良くならないですけど、おばちゃんなんで。どっかの若いお姉ちゃんと仲良くなりたいな。どうやったら10代のお姉ちゃんと僕は知り合えるんですか？なんかメール山ほど来てんねんけど、何これ。ちょっとメール来すぎだろ。なんで4つも来てんの？お財布 .com アンケート、インフォボックスメール、モバゲー、バイトで。あ、マジですか。それで28畳が一番マックスなんや。1ヶ月分ってことなんですかね。よくわかんないですけど。それを何回も何回も小分けして輸入するしかないんでしょうね、きっと。まあでも28回も月にそういう行為にね、及ばないですから。まあ月5回、6回あったらというか、そんなにも。ああ、1ヶ月分ね。でしょうね。月に2回ぐらいあったらいいとこだから、そうやったらもうね、2乗計算だったら1年ぐらい持っちゃうけどね、28乗入りだったら。そんなぐらい使う機会があればいいな。ねえ。ちなみにピルカッターの方はもう届くんかな。
ちょっとその佐川が届くまで僕動けないとちょっと困るんだけど。佐川、納期7日、7日以内どういうこと ?11 月15日、配達中になってるわ。本日配達にお伺いする予定です。早く来てくれる?深い営業所、すぐそこやないか。朝の7時52分に持ち出しとんの。もう来てもええんちゃうの、佐川さん。もう来てくれていいよ、佐川さん。早くそれ受け取ってお出かけしたいんだけど。お出かけしたいんだけど。大体そういう時に限って来ないのよね。最悪夜とかに来ようのよ、こいつら。なんで夜やねん。朝持って出たんちゃうんかい。電話して確認したらいいかな。マジで?電話して確認できんのこれ。なんか佐川とかで、ああ、持って出てますからとかそんなんでごまかされそうな気がするんだけど。いやー何時分になるかちょっとーみたいな。あ、血の枠やってる。10人おんのに全然喋ってない。15歳の奥さん ?15 歳の奥さんはいねえわ。15歳年下の嫁は今パート行ってますけど、15歳の嫁だったらそんなもう大喜びして僕毎日早く帰ってくるし、なんやったらもう家出かけませんよ。ね。ずっと家いますよ。なんやったら嫁もパート辞めさせて、ずっと、一日中抱いとるわ、そんなもん。そんな言うてみたいな。一日中抱いとるわ、とか。立ちもせえへん。どうやったら10代の女の子と知り合えるのかな。もうずっと僕出会い系サイト触ってんのにね、全然チャンスないですよ。どういうこと?ツイッターも山盛りしてるしね、もうあの、業者と分かってる裏垢にも引っかかっていっぱいあのフォローしてんのにね、何にも来ないですよ。どうしたいの ?11 月15日、あ、今日やん。11時36分、リー、大阪市内23歳、A 型独身。ムラムラ中、激しく舐めてほしい。気持ちよくなったら声出ちゃうけど、それまで無言でもいいなら通知でかけるから、電話したらすぐに激しくいっぱい舐めてほしい。普通の会話もなしで激しくいっぱい舐めて、気持ちよくなったら声いっぱい出ちゃう。番号つけてメールして、こんなもんいらんわ。そんなもん。電話だけで、しかも番号を教えなあかんとか、おかしいやろ、それ。何得やねん、それ。そうね、結局、だから外出ないと。そう、10年前、あの、何、モバゲーとかでも会えたしね、なんやったら昔はありですよ、スタビで会えたぐらいからね、まあまあ、大阪とか東京とかスタビはもう死んでたけど、業者だらけで、地方行ったらスタビでほんまに素人のお姉ちゃん、ちょっとここの弱い素人お姉ちゃん、来たからね、びっくりしたわ、ほんま。お願いします、大阪市内21歳、A 型独身、15時くらいから天王寺駅で会える人いませんか158、50、88、60、82、大学生です。マジか。ほんまかいな。ほんまかいな。これちょっとメール送ってみようかな。15時ぐらいからやって。今日忙しいな。15時ぐらいから21歳の大学生と会うとか忙しいな。マイアミさんも遊び人やな。めっちゃやってるやん。っていうか、こいつ、もう確実に天王寺駅のこの今言うたやつ、エンデリですね。うん。ここの掲示板に載ってる、プロフィールと、もう一個ね、サイト用のプロフィールがあるんですけど、それが違うんですよ。もう大体その時点でエンデリです。だって本人やったらどっちも一緒のこと書いてるはずやもん。うん、とりあえずね、いくらってだけ書いとこう。あ、条件はあにしとこうか。エキサイト出会いな。モバゲー、モバゲーだけで会えたのにな。今何も会えないでしょ。だって僕、ヤフーオーセロチャットで女子中学、ポチャポチャですが大丈夫な方だけ連絡待ってますね。ポチャポチャ嫌です。そう、昔は良かったよね、本当に。ヤフーオセロの、何?チャットのラウンジのところに、もう嵐みたいに電話番号とか、ぐーって自分のね、電話番号とかの携帯のアドレスが、バーンのしまくったら、
大体あの嫌がらせがガー来るんですけど、その中にたまに当たりでね、ほんまもの女子中高生が混じってるんですよ。それちょいちょいいただいたな。処女いただきますみたいなこと書いてあったら、ね、ほんまに。マジですか。僕はパケットは定額の時やったんかな、じゃあ。そんな携帯代払った記憶はないんですけど。うん。ほんまによかったね、あの頃は。あの頃は本当によかった。なんで今こう中高生、もう中高生は出会いは何できないようになってんの、完全に。斉藤さんぐらい？斉藤、だって斉藤さんがそもそも僕のスマホね、あの事務所でも最近繋がれへんなってもたし、なんかもう IP バンされてるのか知らんけど、なんか斉藤さん仕様も変わってもてるでしょ。ね、もう使い物ならんわ斉藤さんみたいな。なんか斉藤さんと話すってやってもこれ繋がれへんの。全く繋がんないもん。無料のは全部規制が、ああ。無料のはっていうか、有料のもでしょ？有料のもどうせ10代はできないんでしょ？なんかわざわざ検索ワード入れなあかんなったん、これ。人気キーワード。繋がんないでしょ、うん、もう斉藤さんもこういう状態だから、うん、この間までね斉藤さんで喋った人とかもね、枠来てあの配信してんねん、枠来てツイキャスしてんねんとか言ってわー来てたのに、何人か呼べたのにね、本当にダメだこれ。繋がらねえわ。全く繋がらねえわ。お腹すいてきた。こんな状態ですよ。ね、それはもう。もう行っても営業の電話。営業の電話ばっかり。変わってくるの営業の電話ばっかりなんだけど。リーチライトネット。LINE とかで写真交換して。マジっすか？ LINE で写真交換とかしてたの？すごいなぁ。全然そんなんないっすよ、僕。あ、ちなみに今、Twitter にメッセージが、電話来た。フォローサンキューでーす。よかったらやりとりしましょう。携帯握りしめて待ってます。この絶対嘘やし。こんなん。12,024 人もフォロワーがおる。お姉ちゃんがね、そんな僕のメールを待ってるわけないじゃないですか。こんな引っかかるやつおんの、ほんまに、うん、携帯握りしめてメール待ってまーす。このお姉ちゃん12,000人もフォロワーおんのよ。一日中ラブホにいたい、楽しいもん普通に。そんなやついねえわ。でこの人に似てるユーザーっていうのをどんどんフォローしていくんです。ほんならあのどんどんフォロワー、こっちのフォローばっかりがさっき増えるんだけど、どうせこれ業者だから、勝手にフォローばしてくれるじゃないですか。とりあえずね、ある程度フォローばがないとね、こんなもんね、ダメだから、とりあえず、ね、めっちゃフォローするんですか、こうやって。んで、今930フォローの257フォロワー。だいたいね、3対1から4対1の割合になる。最初それでいいんですよ、それで。ある程度で人が集まってきたら、ちょいちょい切っていったらいい。僕、それで Facebook、常時5000人いますからね。うん、マジで？ああ、あるでしょ、フォローしすぎみたいな。うん、まあまあ、その辺は適度な、あれでね、うん、してもらう。
だからあの、インスタなんか僕ひどくって、フォロー5700やのにフォロワー800しかおれへんからね。1対7やないか、みたいな。ボロ負けしとんな、みたいな。でも、ツイッターの、これ今、僕ちょんツイッターだけど、これリアルツイッターで見ると、フォローが3000のフォロワーが1000っていうね、ちょうど3対1のぴったりな割合なんですよね。そう、こういうのはね、すっごいまめに頑張ってるんですけどね、全然ダメなんですよ、ね。何のきっかけにもならんわ、みたいな。どうしたらいいんだろう。インスタからツイッター、アメブロをフェイスブックに連動させて、インスタに写真あげればもうブワーッと拡散するような設定にはしてあるんですけど、今日は開運する日、前向きになるほどいいことがある。マジでか。今日の天秤座99点。すげえな、うん。今日何がいいことあんのやろ。うわ、昨日のアクセス数27って終わってるやん。昨日、昨日雨降ってて昼間配信してたから全然上げてないからね、こう、あの雨風呂のアクセス数がガーンと落ちちゃってますけどね、うん。結構こういうのを連動させておくとね、いろいろな、なんていうの、宣伝にもなったりもしますしね。さっきの業者なんか、あれですよ、留守電にも入れないっていう。いやいや、出会いないな。出会いがねえわ。どうしたらいいんやろ。ああ、いいっすね。つじちゃんです、かごちゃんですみたいな、おらんかな、ほんまに。どっかにおれへんかな。僕今ハマってんのは、名前忘れた。大鳥かなめちゃん、AV 女優の大鳥かなめちゃんとか、かなめチャンネルのね。もう全然 AV の時とあの YouTube やってる時の顔違うねんけど、みたいな。うん、結構今僕 YouTube、あの AV 女優最近 YouTube に進出していってますけど、あれなんでなんですか、うん、なんか28歳ぐらいのアイドル、神谷エリナとか。なんでなんか、あと誰、マノさん、マノユリアとか、うん。なんでこの人たちは何、AV も嫌やから、YouTube で金なれへんかな、思って YouTube してんの、うん。だって AV 女優、単体 AV 女優でも、普段仕事を、AV の仕事がないときは、あれですよ、デリヘル出勤してるからね、普通に。水木ちゃんって、あれ、デリヘル出てるけど、土屋あさみがいい。土屋あさみ。ちょっと待って。AV 女優の木下真紀ちゃんってね、検索してもまた出てきますけど、うん、まだ舐めたくて学園の水木ちゃんなんですけどね。うん、うわ、すげえ。土屋あさみの動画4304件。動画エロタレント。マジっすか。土屋あさみ。あ、一回調べてんな。うわ、21歳っすやん。マジか。まだ若いな。あー、なるほど。かわいい、かわいい。これはかわいい。うん。いいっすね。うん、そう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 。ね？なんとかならへんかな。なんとかお願いできないですか？こういう子たちと。どうすれば僕はこういう子たちと1000、2000、3000、4000、5000ぐらい交えれるんですか？前なこのもうマイアミさんもすげえロリロリやな。もうなんか何もかも被るわ。あなた何もかも僕被っとるわ。言うことやることなすこと全部被っとる。ああ、いいっすね。もう身長142から153ぐらいまでで最高ですよね。もうよいしょって持ち上げて、こう、立ったまま、カンカンカン、パンパンパンとかね、後ろからパンパンパンとかね、パン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 、パン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 みたいなね。そんなね、むちゃくちゃなセックスをしてみたいけど、まず、こう、チンチン立てへんけどね。早く、鎌倉届けへんかな。そんな女の子とどうやったら出会えんのよ。どうやったら出会えんのよ。
そんなんで出会える思ってこっちはね、頑張ってツイキャスとかフワッチとかやっとんのにね、全然出会えるチャンスねえわ、女も。出会える素振りもねえわ。ああ。そばっかりついてもな。何が出会えるチャンスよ。で、佐賀は来ないのよ。もう何もお昼じゃないのよ。ひげそろ。もうお昼よ、お昼。いつ来るの、佐賀急便ちゃん。佐賀来ないとお家出れないじゃないのよ。もう不在とかめんどくさいから早く持ってきて、パッパと。138センチはすごいな。やっぱりあそこも小さかったですか？身長160とかねのお姉ちゃんって全部でかいじゃないですか。まあおっぱいはない子もおるけど、 B カップとか A カップ B カップの160センチ170センチのお姉ちゃんって乳ないのに全部でかいでしょ。結局穴もでかいからガバガバ感が否めないんですよね、あれね。でも身長が138センチやったら33歳でも締まりは結構あったとかじゃないですか。そうでもない？骨格がでかかった？だって、所詮ね、肉付きもあるけど、骨格次第じゃないですか。あそこの穴のサイズなんて。小柄な子の方が気持ちいいに決まってんじゃない？普通に考えて。そんなね。アホみたいな虚婚で、痛い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 って言うんやったら話は別やけど、普通のティンティンやったらね、普通にちっちゃい子の方が気持ちいいに決まってんだから。かマジですか？もったいないですね。うん、か、あとぽっちゃりの女の子選ぶとね、ぽっちゃりの女の子だと、あそこの内側のお肉も結構ついてるから、ね、まあ、それでね、数の子がついてたらもう気持ちいいでしょうけど、長いこと数の子のお姉ちゃんともおてないわ。風俗場とかでも全然いないもんね、数の子の子。なんなん君みたいな、もうスポ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 、もうブカブカすぎてどうしたらいいのみたいな。お姉ちゃんも入れられたら痛いから、ちょっと緩めにするでしょう。そうそう、中の具合の話してます。今ね、中の具合の話。仕事上で入れられて感じるのも嫌やし、痛いの嫌やから、ちょっと緩めに開け張るでしょ、プロの方々って。ほんなちょっと緩めに開けはるからね、僕の立たないふにゃふな、ふなティンサイズではね、あんまり気持ちよくないわけですよ。まあ、気持ちよくないとね、なかなか行かないとね、また、中折れしてね、どん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 。あ、そうみたいね。陸上いいみたいね。だ足をいっぱい使ってる子がいいみたいよね。だ僕、ただね、バレエやってる子とはやったことないので、バレエやってる子、バレエのダンサーとかがいいのかなとか思ったりするんだけどね。また短距離とかね。あと、まあまあ、あれ。あ、でも棒高跳びとか、走り高跳びとか、走り幅跳びとか、またガーンって広げるから、あんまりいいイメージはないな。やっぱ走ってる子の方がいいかな、陸上。陸上でも、短距離走、長距離走、ね、走ってると、足に肉がつくからね、その森マンで、ね、森マンが中森マンになって、中森マンがティンティンを圧迫して、決まっていい決まっていいになるかもしれへんな、っていう妄想はね、いつもしてるんだけどね。なかなかそんなことは合わないですよね。なかなか出会いがないわ。なんか出会いないかな。なんか出会いないかな。もうお金払ってでもコナミのね、コナミ？うん、そう、コナミスポーツとかね、そういうとこ通ってでも、あー、つばっちゃんいらっしゃい。ね、そう、マンチョの中にイボイボがついてたりとか、ちょっと締まりのあるお姉ちゃんをね、探そうかな、みたいな。でも探したところでね、目の前におるんかもしれんけど、そういうことにならないからね。そう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 。全部が揃うって難しいよね。自分の好みの子で、ね、締まりが良くて、で、そういう関係になる子って、なかなか揃わないよね、この3つって。しかも、ここ、お金が絡まないなんてなってくると、なかなかそれこそね、この4つのキーワードに引っかかってくれる子って、なかなかいないよね。で、お互いプライベートを重視できる子、あ、こんなん最高やな。な、折れへんかな。それで10代でね、小柄で、ロリ顔の子。どんどん条件厳しになっとるがな。少子高齢化だから悪いのよ、これ。
ね、僕らみたいな第二次ベビーブーム世代ぐらい人がおったらね、1人2人は。そうですよ、この翼さんはね、まあ、元アイドルですよ、マイアミさん。すごいでしょ、僕の枠、元アイドル来るんだよ。こんなにカッソカソなクソ枠なのにね、うちの枠ね、アイドルは来るわね。まあ、マイアミさんも結構あの人集めてる時結構集めてるしね、もう小鉄さんもたまに来はるしね、結構ね、なんかおもろい枠、ね、こんなカソやのに何ネタ取りに来てんの、パクリに来てんの。あの僕が札束配信したら関義江も100万握りしめたりするしね、なんなん僕ネタ元、うん、パクってもらってもいいけど、だから、でもあの、段ボールはやったらパクるからなって言ってからね、この段ボールは誰もパクらないね。あの、段ボール。この段ボールね。これ。これはお前らやったらパクリやからなって言ったら、あの誰もパクれへんかった、このネタだけは。この段ボールのネタね。うん、これ、あの美人時計をこうモチーフにしてこう作ってみたんだけどね。誰もね、パクってくれないです、これ。萌え萌えキューン。これ、アマゾンの、うん、アマゾンの箱とか、その段ボールの、これ多分アマゾン。え、これアマゾンかな？これアマゾンっぽいよね。ちょっとアマゾンの証拠が、あ、でも、宅急便、黒猫の宅急便って書いてあるから、ちょっとアマゾンっぽいけどね。もしかしたら違うかもだけど、うん。そういう、こういうのをね。ネタにしてね、一生懸命やってんのにね、うん、で結構過疎の割にはまあなんとかなってるかな、なんとかなってる、うん、まあ別にこれで生活してるわけじゃないからね僕ね、うん、暇つぶして足りながらしてるだけだから、うん、たまにまああの年に1回800人900人の枠ができたらそれでいいかなぐらいなので、この間天皇賞でそれやっちゃってるから、まあ今年はとりあえずもう神会はないんやろね、うん、あ、そうそうそう、つばっちゃんはみんなのアイドルです、うん、旦那のアイドルでもありみんなのアイドルですほんまに、うん、そうよ、つばっちゃんなんかあのアイドルになりたい子でと、あとそういうお仕事先を僕に紹介してくださいよ、僕はあのプロダクション会社の社長やってるからすべて他力本願かよどっちも他力本願かよみたいなだって芸能プロダクションなんかしたことないもん、うん、ねえ旦那羨ましいでしょ、もっとアイドルっすよ嫁はんが、ええな、やっぱ業界人なんかな、うん、ちょっと日本橋行ってこうかな、日本橋行ってメイドカフェのメイドの口説きに行ってこうかな、でも客になってる時点でもうあかんよね、うん、だってお客さんはお客さんだからね、女の子もそんな真剣になってくれないでしょ、うん、あマジで一般人と、待って、一般人とどこで出会うの、アイドルが。どういうこと、アイドル恋愛禁止じゃないの、うん、そこをちょっと、どういうこと、うん、おかしくないですか、それ。元ファンとかファン食っちゃったのマジでそんなんある、ファンとは結婚せえへんしょ、だって。うん、アイドル、アイドルいいな、なんとかならんかな、あ、ファンの方ではないね、マジですか、ほんまの一般人と知り合ってそんなことあんのね、あんのほんまに、え、ある、まあファンには手つけられへんし、芸能界関係仕事関係も嫌だから、やっぱ一般人と出会って恋に落ちたって感じ、いや、知っててもつばっちゃんやって知らんふりしといた方がいいんやろね、きっと。うん。いや、これから僕もあの、AV 女優とかね、あの、アイドルって分かってても、お前誰みたいな冷たいそぶりで、そうなんみたいな、普通に接していこう。まあ、まず、出会うきっかけがないけども。まあ、そんなこんなでブツブツ言ってますけどね。そろそろうんこして、お風呂入って、お出かけしますんでね。またの機会にぜひよろしくお願いしておきます。ね、そうそう時間ですのでね、わーわー言うとりますが、さよなら。